NBA2K 攻略チャンネルへようこそ、リュープです。さて今日は NBA2K24 の万能センタービルドを2つ紹介します。万能センタービルドを作り、後半でそれをアレンジする方法を紹介したいと思います。マイキャリアでもパークでも使えるようなビルドになるんじゃないかなとは思っております。では作っていきましょう。はい、自分で作成ということで、利き手は右、そして背番号はお好きな番号を振ってください。さて今回は7フィート0のシュートが入るセンターを作ろうと思います。ブルドーザー金、スリーポイントが83になるように数値を調整していきます。ここを注目しながら体重、ウィングスパンを調整していきます。はい、ブルドーザーが銀になったので、金になるように調整しました。では数値を振っていきます。まずはフィジカルから数値を振っていくようにしてください。そうすることで後で困ることがなくなります。スピード、加速、マックスにしています。体の強さもマックスです。スタミナは95でジャンプ力70です。続いてディフェンスです。赤いところですね。ディフェンス、リバウンド、そして、ブロックが金が取れるように92にしてあります。合わせてインテリアディフェンスも数値が関係してきますので、ここを85にしました。はい、では85、92、92というのが、私の中で基本になっています。オフェンスリバウンドを、上げると攻撃を犠牲にする必要があるので、そういう時には他の数値をいじります。パスは75にします。リバウンドを取って前線に速いパス、ロングパスを出すことができます。シュートの方はマックスです。フリースローは80から85なんですけれど、多くの金バッジを装備できます。ポイントはミドルシュートが90あるということです。これはシュートが決まりまくります。残った数値でフィニッシュを調整していきます。このビルドはゴール下は主戦場ではありませんが、一応、使うのでポストコントロールやスタンディングダンクを81にしました。なるべくいいバッジが装備できるように調整をかけています。そして最後にショートレンジ、これはちょっと多めがいいです。フックショットなんかもできますし、そしてスタンディングダンクを81にしたことで80以上でコンタクトが出せるので、これにしています。さあ、いいんじゃないでしょうか。ということで現在98ですから、もう少しちょっと微妙に調整していきます。はい、完成しました。スクショを撮ってください。余った数値でボールハンドリングを55に上げました。少しだけちょっとドリブルをしたいので、これが後ほど効いてきます。出来上がった選手はサボニス、ブーチェビッチ、ロペス。攻守兼備型万能スレッド。ではテストプレーやっていきましょう。3-on-3 です。さあ、味方はガーランドと、これはドノバン・ミッチェルかな。相手はブーチェビッチです。じゃあまずはドリブルからステップバック3。グリーン決まりました。いきなりもう本当にゆっくりとしたステップバックだったんですけれど、グリーンが決まりました。さあこちらもドリブルを使って、さあ出た必殺のミドルステップバック。さあ今日はこのミドルステップバックがめちゃくちゃたくさん出てきます。後でやり方解説します。さあリバウンドを取ってコースとコースト、体格差があるのでブラッドリービールをグイグイ押し込んでドロップステップダンク。さあ続いてはキャッチアンドシュート、グリーン。面白いようにシュートが決まるセンタービルドです。さあ今度はブーチェビッチをグイグイ押し込んでブーチェビッチにドロップステップダンク、豪快に決まりました。さあ今度もボールをもらってユーロステップ、ブルドーザーで小さい選手を弾き飛ばします。
か今度はトリプルスレッドスピンからのステップバックミドル。このビルドはスピードもあってドリブルもちょっとできるので、本当は自在に動いて得点のできる、使っていて楽しいビルドです。おすすめです。次は5対5で様子を見ていきましょう。さあ、ミドルショットが止められないというのをご覧いただけると思います。相手はユタジャスということで、センター対決 USA 代表のケスラーです。さあ、ドリブルを持って上がって、さあここからです。あれ、なんか変わったモーションが発動しました。ただ右スティックを左下ホールドしたんですけれど、このすごいなんかジャンプしてレイアップっていうのが決まりました。さあ気を取り直していきましょう。ゴーストプレーです。さあご覧ください、ステップバックミドル、これがこのキャラの必殺技です。せっかくなのでコントローラー解説します。さあ1回右に振ってから大きく左にステップバックします。アルスティックを右にフリックして R2 をホールドしながら右スティックを斜め下に入力してください。もう一度いきます。右アルスティックを左にホールド、これで大きくステップバックします。さあもう一回です。完全にフリーになるのでほとんど決まります。さあこういった感じで非常に強いビルドなんですけれど、少しアレンジを加えるだけで大きく変化します。アレンジ版を見ていきましょう。フィニッシュとプレイメイキングを変更していきます。まあ、もっとドリブルができるセンターに変えたいなと思ったのでアレンジをかけていきます。さあハンドリング、そしてボール所持時のスピードをマックスにしました。犠牲になるのはこの場合フィニッシュになってきます。なぜかそれでもよりフィニッシュが入るようになる変わったビルドです。はい、完成しました。ほんとちょっとした変更なんですけれど、これが大きく変わります。さあタイプの選手も変わったようなんですけれど、ブーチェピッチは入ってますね。で出来上がったビルドは、ビルド名は同じでした。では最後に 3-on-3 でテストプレーを見ていきたいと思います。さあではアレンジビルド見ていきたいと思います。トリプルスレッドスピンからの、止められたのでランニングからのステップバックに切り替えました。さあミドルシュートは本当に得意です。さあここもトリプルスレッドスピンが、なんか速くなった気がします。ユーロステップ。さあこちらは体格差を利用して押し込んでフックショット。さあもう一度トリプルスレッドスピンからのドリブルがスムーズです。止められてもミドルシュートがあります。さあこれはうまく抜けた、スルッと抜けてダンク。さあ動きが本当に軽やかになった感じがします。さあドリブルからの必殺ミドルステップバック、もうこれは定番ですね。本当にスピード加速は同じなんですけど、なぜか動きが軽やかに見えます。ドロップステップからのショートレンジシュート、そして最後はまるでガードのような動きです。スルッと抜けてレイアップ、スクープショットが決まりました。さあ今日は万能センタービルドをご覧いただきました。ぜひ参考にしてですね、アレンジをして楽しんでほしいなと思います。さてこの番組は初心者大歓迎です。どんな質問でも構いませんので、気になったことはどんどんコメント欄で質問してください。そして質問するときはあなたの機種を教えてね。ベテランプレイヤーの皆さん、初心者には優しくね、よろしくお願いします。それでは 2K24 まだまだプレイしていきましょう。リュープでした。バイバイ。